アムゴッドアムアムアルドアムアムこんばんは。こんばんは。準レギュラーがやってきました。いつ準になったんだよ。久々来たということで、私、はい、今回企画を持ってまいりました。クイズ、この時の言い方なんでしょう。あるシチュエーションに対しての言い方に関するクイズが出ます。分かった方はそちらの早押しボタンで実際そのシチュエーションにあった時の言い方を言っていただいて、その時の言い方だったら正解というクイズを今日持ってきましたので、こちらをやっていきたいと思うんですけども、試しにこういう問題があるって言って、はい、はい、思ったより熱すぎた時の熱の言い方とは何でしょう。さあ皆さん、ゴッドさん、熱っ、正解です。あ、みたいなこと。なるほど。みたいな問題がさまざまなジャンルから出題されます。面白いじゃん今のところ。ここから、しっかりしてるわヒットメーカー。確かにアムアムの失望させないように一応いくつか問題考えてきましたので、俺らががっかりさせないようにしないといけないな。それではよろしいでしょうか。はい、アムアムワールド、まずは第1問、こちらの言い方に関するクイズです。クイズ番組で恐る恐る回答を言う時のサカナクションの言い方とは何でしょう。マムーさん、サカナクション、正解です。恐る恐るでしたね。あ、うまかったな今。合ってるって分かってるんですけど、もしかしたら外れてるかもしれないっていう時の言い方、サカナクション、正解でございます。ありがとうございます。雰囲気で言わないところが素晴らしい。あ、そういうことか。今のうまかったなめっちゃ。続いての問題はこちらの言い方です。8歳児が生のクジラを見た時のでっけーの言い方とは何でしょう。さあゴッドさん、でっけー、正解です。よし。いいですね、その軽い感じが、ライトな感じが。素晴らしい。いい、不安だったけどね今。いやもう大丈夫だった、大丈夫だった。あ、よかった。全く言うことを聞かない息子に対して逆に冷めた怒り方をする母親のもう知らないよの言い方とは何でしょう。全く言うことを聞かない子供に対して怒るわけではなく逆に冷めた怒り方をする時の母親のもう知らないよの言い方とは何でしょう。さあゴッドさん、もう知らないよ。惜しい。違うか、難しいなこれちょっと。さあこういう難しい問題でございます。むずいね。さあマムさん、もう知らないよ。違います。違うんだ。まあ2人ちょっとむずいわ。さあどうぞ、まだ言っていただいた。さあゴッドさん、もう知らないよ。ちょっと心配が入ってる。違います。え、正解、正解とかあんの。正解ございます。正解はもう知らないよでした。ああ呆れか。ああ、そっかそっか。呆れます。ちょっとそうだね、全然浮かんでなかったな今。逆に呆れた感じを出して子供かを引き寄せる言い方。はい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 、マルチ商法の人がいいカモを見つけた時のこんにちはの言い方とは何でしょう。さあマムーさん、こんにちは。正解です。ああ、正解だな。見つけましたね。ゆっくりとね、着実に行くのがね素晴らしかった。ちょっとあからさまさまあったけど。こいつ詐欺師だろか。そうですね、ちょっとまあまあ、バレてはいましたね。夏休み明けに垢抜けたことを誰かに言ってきてほしい時のよの言い方とは何でしょう。さあゴッドさん、よ、正解です。おっしゃ。おっしゃ。あくまでも受け身、本当は全く嫌がってない時のちょっとの言い方とは何でしょう。本当は全く嫌がってない、むしろ好きな人からちょっかいかけられて
嫌がってないけど一応嫌がってる感じの時のちょっとの言い方とは何でしょう。マムーさん、ちょっと正解です。さすが女性系の問題は強いですね。すっか、女子だったな今。女子でしたね完全に。女子で考えてなかった。さあ続いての問題はこちらです。クイズ番組で回答の時にクイズ王が言うサカナクションの言い方とは何でしょう。マムーさん、サカナクション正解です。あ、さっきと違え全然。さっきはクイズ王だもんね。はい、自信の現れが。あ、恐る恐るじゃなかったもん。はい、王だったもん。王でございました。日向さんが挨拶された時に言うおはようの言い方とは何でしょう。あれ、俺知ってるかも。さあこれはもう、いやだいぶ、いや、ちょっと日向さんが挨拶された時におはよう。さあゴッドさん、おはよう。惜しい、違います。マムさん、おはよう正解です。どう違うんだ、え、今どう違うの。え、一緒なかった。いや、やっぱもうスタッカーとかで、ね、あー、そっか、おはよう、これが入ってるのがやっぱ日向さん、この誰もが気持ちいい挨拶。あー、気持ちいいんだね。俺はちょっと入ってなかったの、ちょっとスタッカーとか。そうですね、ぬるっとぬるみがありました。ちょ、もう一回焼き、ごめん。じゃあ、もう日向さんね。じゃあ、ゴッドが日向さんに挨拶した時の、うん、ひなさん、おはようございます。おはよう。正解です。なんか、この湿気のないね。カラッとした。確かに。ちょっとこっちも一段階元気上がる感じ。元気上がるよな。めっちゃいい。正解でございます。笑顔でね。笑顔なんだよ。めっちゃいい。アホが言うメロンの言い方とは何でしょう。さあ、ゴッツさん。メロン。正解です。合ってましたよ。よかったよかった。ほぼはなかったですね。あと一言で切れる時のヤンキーのあの言い方とは何でしょう。ゴッツさん、正解です。これはね、やっぱりやっぱ違うね、練馬は。やっぱ練馬はね、ここで出ましたね。今まで弱虫だった主人公が明らかにそこから強くなる時の俺だって、俺だっての言い方とは何でしょう。今まで弱虫だった主人公が明らかにここから強くなる時の俺だって、俺だっての言い方とは何でしょう。うわ、むず。これはね、ちょっとファンタジー系の。マムさん、俺だって、俺だって。正解です。本当ですか。合ってます。今正解だったよね。やっぱ、はい、正解でしたね。正解だった。正解だった。正解です。うん、やっぱああいう泥臭さが感じるような言い方は素晴らしい。よかった。2個目強く言うみたいなね。はい。あそこの強弱素晴らしいです。さあ、続いてはがラストの問題となります。最終問題。最終問題はこちらでございます。家で一人で握りっぺを変えた時のくっせの言い方とは何でしょう。ゴッツさん。くっせー。どっちだ。惜しい、違います。あー、違うか。マムさん、くっせ。聞かせるわけでもない、一人で言うくっせ。正解です。そっちか。はい、そっちが、そっちが正解だったのか。はい、あ、聞かせない感じの、ね、テンションも別に上がらない、うん、くっせ、こちらが。ということで本日の、はい、問題は以上となります。いやー、これは面白いね。楽しいわ。スクールゾーンっていうコンビのライブで一回コーナーでやったんで、はい、時もやっぱ
クールゾーンは強かったですね。やっぱ演技派だからね、はいはい、ぜひスクールゾーンとアムアム代表メンバーでやりたいな。やりたいね。スクールゾーンの見たいわ。演技対決、うん、演技対決も、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。